ようやく私がね、まあ、この世に誕生して、それで今現在この現代には私が2人いるわけなんですね。生まれたばかりの私、7月4日に生まれたばかりの私と2062年から来ている私というのが今現在まあ2人いるわけで、非常にめでたいことではあるんだけれどもね、中にはね、あの先輩方の中にはね、もう心配でね、あの状態はどうですかとか、あの結構心配な声というのがね、まあ、届いているんだけれども、まあ非常に状態は良好でね、まあ自分で言うのもあれなんだけど、非常に可愛らしい、うん、自分が生まれたということで、まあ安心をされてください。しかしさ、まあ、あの今更なんだけど、私はね子供の頃にね、誰かしらからパッと見たら見張られている気配がしていたわけですよ。子供の頃からね、ずっとね、よく考えたら自分から見張られていたんだ、あとね調査員のみんなから見張られていたんだ、なんかの動画で言ったじゃないですか。あの子供の頃もう誰かから、まあ、監視されているような気配があったということを、まあ、言ってはいたんだけども、まさかね自分だったとはね、まあ今更ながら、まあそんなことを思いながら、昨日7月4日に生まれてというね、あのトム・クルーズの映画というのを見ながら、まあそんなことを考えていたということだね。それでね、今日は7月4日の反省会を、うん、しようかなと思っているわけなんだけども、あのね、いろんなことを考えました。私は昨日ね、どうしてなんだろうとか思ったりもしたし、まあ自分が生まれて嬉しいことも、まあ、もちろんあったんだけれども、なんでね、そもそもね、例えば YouTube だとか、まあ、Twitter だとか、最近では、まあ、TikTok なんかで、まあ、7月4日にね、まあ、大地震が来てね、大津波が来てね、大災害が起きるということを、まあ、広まったわけですよ、いろいろ、ね。で、またね、NHK が注意喚起されたわけですよ。もうとんでもないなと思うわけですね。だからまあ、最初から言いますよ。最初から言います。反省会として最初から言います。私はね、2016年の4月に登場したわけですよ。熊本地震の時にね、まあ、こそっと、わからないように予言していたもんですからね。まあそもそもその予言という言葉なんかをね使うからちょっと問題としてね扱われるかもしれないんだけども、まあ未来人だからわかるということでね、4月15日に来た時にね、まあ暗号を出したわけですよ。わかりやすく簡潔に言いますね。第6メッセージという暗号を出したわけですね。それでその答え、まあ複雑だったわけだけども、その答えというのが2022年の7月4日という答えなんですよね。それが答えだったんです。だから大多数の人というのは7月4日に大地震が来るとその時思われたわけですよ。しかしその答えというのは私の誕生日だということだったんですね。それでその第6メッセージの暗号というのはデモンストレーションだったということなんですね。で、本番は第7暗号だったわけですね。第7暗号というのは、まあ私のラインに第6の方の暗号の答えを入力したら問題が送られてくるようなシステムになっているわけです。まあだから分かりやすく言うと、第6暗号の答え、2022年7月4日という答えをラインに、LINE のコメントにね、入力したら、第7メッセージ、第7暗号、最終暗号、まあ最強の暗号というのが送られてくるわけですよ。まあそのパスワードみたいなもんなんですね。2022年の7月4日という数字というのはパスワードみたいなもんなんです。で、第7暗号が送られてくるわけですね。最終的な最強の暗号が送られてくるわけですね。だから
その日付というのは私の誕生日なわけですよ。私はその時言ったわけですね。でもまあ中にはね勘違いをしてね、問題になっていたのは何だったっけ、私の真似をして、まあ当時というのはね未来人として、まあ、大量発生したわけですよ。私が目立ったから私の真似をして、よし俺も一応やったろみたいな感じでね、まあいっぱい未来人というのが出てきたわけなんだけども、ことごとくね、まあみんな変なことばっかり言ってしまって外れてしまってね、まあ全部消えてしまったわけですよ、ほとんどね。で2016年の後もちょくちょく私の真似をしてね、私に憧れてね、まあいろんな未来人というのが挑戦してきたわけですよ、うん、自分みたいに なりたいとか思ってね、2062年未来人みたいになりたいという感じでね、いろいろ挑戦しているわけですよ。その中にねアホな未来人がいて、何だったっけ、2054年から来ましたという、まあ私に憧れてね、まあやっぱり近い年数ですよね、私に憧れた未来人として、でその未来人がね、名前は何だったっけ、 XYH という、まあいかにも子供が好きそうな、まあちょっと棒に系のね名前をつけていた未来人という設定のね、まあキッズでしょうね、その未来、まあその自称未来人がね、私のその第6メッセージの答えである2022年の7月4日という答えの日をね、まあ大地震が来ますということを、まあツイッターでね、まあ調子に乗ってね発言したみたいなんですよ、うん、だから私がまあ発言した第6メッセージの暗号の答えという、まあ2022年の7月4日という、まあ威力があるじゃないですか、私の暗号の答え結構難しかったんですよ、その暗号というのはね、エニグマを利用した暗号というのを解かないと、まあ答えが出てこないような答えだったんですね。まあその答えを利用して、まあ未来人になりすましたね、2054年から来ましたという、まあ多分キッズでしょうけど、そのものがまあ南海トラフ地震が来ると言ってしまったわけですよ。もうアホなもんだからね、もう通常ならね、あの特定されて逮捕される案件なんですよ、こういった発言はね。でも今はもうアカウント消して逃げてるのかな、あよくわかんないんだけど、まあこういったことをやるから、まあツイッターでも問題になって広まったり、あとは TikTok だっけ、それでも広まったりね、あとは YouTube なんかでもまあ結構な人が、うん、話題にしてね、まあ結構な再生回数を稼いでね、で最終的にねあの何だったっけ、ちょっと待ってくださいね、まあトレンドワードランキングでね、7月3日から7月4日にかけてね、南海トラフというワードというのがね急上昇してね、ほんで NHK にも迷惑をまたかけたのかな、うん、注意喚起があっているわけですよ、気象庁のホームページでまたあの注意喚起されているわけですね。地震の予知はあの全部嘘ですということを、まあ注意されているわけですね。問い合わせが多分結構あったんじゃないかなと思うわけですよ、うん、何月何日にあの巨大地震が来ますというのはもう明らかなデマですと気象庁から注意喚起されているわけですね。あのね、あの私にね憧れてね、私みたいになりたいと、未来人になりたいと、で私も自分も僕も一発当てて有名になりたいと思う気持ちはまあ分からなくもないんだけども、人様に迷惑をかけたらダメなんですよ、うん、まあ私みたいになりたいと思ってね、もう今までいろんな未来人が出てきました、うん、
2040年代もいましたし、2050年代で2060年代も私以外にも何か何人か出てきましたし、2070年代とか、あとは2100年以降の未来人も私にね、あの憧れて、うん、次々と出てきてはみんな消えていったわけなんだけども、変な発言をして外してしまうから消えないといけない羽目になるわけなんですよ。わかりますかね。私は未来人だからわかるわけですよ。でも私に憧れた、ね、現代人というのは未来人になりきっても当てることはできないじゃないですか、ね、だから無理に発言をして、それでね、まあ今回の何だったっけ、このキッズの方の XYH 2054年から来ましたとかね、ツイッターでね、あの Y モバイルのね、あの何だったっけ、携帯を使っているねキッズのその未来人の人というのはね、もう私のね暗号の答えを勝手にね利用して、その日にね南海トラフが起きるとここで断言をされているわけですよ。大迷惑な発言なんですよ。わかりますかね。私に憧れるのはもうご自由なんですよ。私みたいになりたいと思うのはね自由なんです。しかし変な発言をして人様に迷惑をかけないことなんですよ、ね、だからね、まあ中にはね、そのいろんなその SNS で、ね、もうごっちゃになってね、最終的に2062年の未来人がな、あの南海トラフが7月4日に来るみたいなことを言ってる人も結構いるわけですよ。なんかね自分がね外したみたいな感じになってるじゃないですか。迷惑なんですよ、ね、これはねもう2016年にもね本当悔しい思いをしました。私は誰かがね、熊本地震がその時4月15かな、うん、起きたじゃないですか、14かな、起きたじゃないですか。で私もその時登場したわけですよ。で私になりきった変な人がね、今度は5月17日に来ますと言ったものがいたわけですよ。本当大迷惑なんですよ。5月17ってその年のね 5月17ってもちろん来るわけがないんですよ。でも私になりきって発言したしてしまったもんですから、また一気に広がったわけですよ。検索したらすぐ出てきますよ。だからねもう大慌てでね、どうしよう、なんか自分が外したみたいに、ね、なったら嫌やわもうと思ってね、よしもう関西の新井という名前でね登場して、ほんで5月17日は私がその2062年の未来人になりきって発言をしました、すいませんという、まあ結構長文のね謝罪文をね私自身が挙げたんですよ、ケツ拭いとしてね。わかります、ほんとしょうもないですよ。こういうことはほんとやめてくださいね。調べたら出てきますよ。5月17関西の新井と検索したらすぐ出ます。あれは私がね自分で謝罪したわけですよ。誰かが勝手に発言したものを私がすいませんでしたと謝ったわけですよ。意味わかります、私自分は発言してないのに自分が発言したと思われるのが嫌だから、私がその5月17日に地震が来ると言ったものに代わって謝罪したわけですよ。本当もう嫌でしたからね。もう当時2チャンネルも変な人たちがいっぱい絡んできてね、謝ってね、自分が5月17日に地震が起きるとか書いてないのにね、謝ってね、嫌だからなんですよ。2062年の未来人が発言した日ということを言われるのが嫌だから、わざわざその偽物になりきってね謝罪したわけですよ、ね、まあだからなんていうのかな、私にね憧れて未来人の真似というのはねするのは本当に自由なんですよ。どうぞご自由に
とは思うんだけれども、私のまあいろんな発言なんかをところどころパクってねところどころパクってね、いきなりなんか大震災の日付を書いてみたり、あとはいきなりなんでかわかんないんだけど暗号を書いてみたりとかね、もうそういうのはねもうやめないといけないと思うわけですよ。もうちょっとねオリジナリティあふれる表現されたらどうですかと提案します。例えばね、未来人といえば震災じゃないですからね、地震じゃないですからね、誰がどう変換したかまあ分かりませんけど、未来人といえば震災地震とか勘違いしている人って多いわけですよ、未来人になりきっている人でね。あとは未来人といえば暗号を出すべきとか思っている人も結構いるんですよ。そういうのじゃなくてね、もう本当自分で自由に表現をされてください、うん、やり方も自由なんです。あとこれは一番言えることではあるんだけども、人様に迷惑をかけないことなんですね。私を見てください、全く人様に迷惑をかけていないわけですよ。楽しんでもらいたいと思っているただのおっさんなんですよ。だからね、変になんか私に憧れてね、震災を当てた私に憧れてね、適当な日付というのを書かないようにしてもらいたいなと思っています。だから今度はね、あの方が問題になりますよ、数年後に。漫画家のなんとかさん、日付はねまた私のね、あの誕生日暗号の答えの日付に非常に似ている、7月5日に設定はしているんだけどもね、こういう発言というのはね、あの世間に迷惑をかけるから、本当この漫画家の方はね考えた方がいいと思うわけですね。間違いなく来ないわけですからね。ということでね、昨日はねもちろんあの非常にめでたい日ではあったんです。私がその現代にね生誕した非常に喜ばしい記念日だったわけですよ。非常に健康体であの生まれてきて非常に可愛らしい自分というのを見てね、まあ非常本当にあの嬉しい気持ちにはなったということでね、まあ一番めでたい日だったんじゃないかなと思うわけですね。あんなにねその先輩方にねあの喜んでもらえるとも思ってなかったし、もう先輩方にはね非常に感謝しているということなんですね。しかしそれとは裏腹にね、まあ裏ではね変な人が私の暗号を真似てね予言しているもんだから、まあ、大多数にね迷惑をかけたということでね、非常に迷惑を被った人々というのもいるということは、まあこれはもう先輩方もねしっかり理解してもらいたいし、一番理解しなければいけないことというのは、嘘の発言をした自称を私に憧れた未来人設定のキッズだということはしっかりもう反省しなければいけないということで、二度とこういったことはしないように、うん、しなければいけないということなんですね。キッズだから許されるとかもうないですからね。ということでね、よく考えるともう世界には私しかね、まあ未来人というのは、あの世の中で知られている未来人というのはね私しかいない状態なんですね。ジョン・タイターというのはもう現代人と白状しましたので、あの未来人ではないわけですね。あのまだ白状したということすら知らないね、まあオカルト界隈の自称をアーリーアダプターの方をね、まあしっかりしないといけないということなんですね。ということでね、まあ今回2022年の7月4日の反省会、まあ非常にめでたい日であったとともにね、まあ反省会ということもね今日は話したということ、もちろんこれからもねちょくちょく、まあ私に憧れてね僕も一発当てて有名になりたいと思う、まあ人も出てくるかもしれないけど、まあそういった方には注意しなければいけないということなんですね。そしてね、私にねあの憧れてね僕も未来人になりたいと思う人であればね、私のようにね
なんていうか、暗号を出したりしない方がいいと思います。もう本当ボロが出るからね。あとなんかわかんないけど、ちょっと日付書いたろみたいな感じなこともやめた方がいいと思います。もういろいろ表現方法は無限にありますので、オリジナルでやっていただきたいなということね。私みたいに日付を書いたり、私みたいに暗号を書いたり、ね、真似したい気持ちはわかるんだけども、もうちょっとひねって登場されてくださいということなんですね。ということでね、今日はもうこの辺で終わります。それでは先輩方、以上だ。